メズメンなんですけどもこのメズメンで何すると思いますか、はい、なんか食べる系セーラコンは食べるの好き、あ、好きではあります。確かにイメージあるかも。はい、でもそんな食べるのが大好きなお二人、はい、今回はダメです。題して1ヶ月でどれぐらい痩せられるか対決。うわ、対決対決しちゃう。そうでございます。スタッフさんから聞いたところによると結構ダイエットもちょっとしたいみたいな、はい、聞きまして、ここで1ヶ月でどれだけ痩せられるかっていうのをね、1週間とかで、1ヶ月マースとか、まあまあまあ、やばいどうですか、お気持ち。提案してくださったスタッフさんにやっぱちょっと手が出そう手が出そうか、おっと手が出そうなんですけど、まあまあいい機会ではありますよね。自分でやろうとはもう思っててもできないんで、やっぱ縛られたらね。どうですセラゴンは。いっぱい食べちゃうと思うんで、いい時期にあのこの企画は申し出てくれたなと思って合ってます日本語。なんてなんてなんて。私もお正月になると、まあ、東京でお正月はおばあちゃんちで過ごすんですけど、なんかカニを今年も10キロぐらい買っちゃったらしくて、10キロ。だから私カニ大好物なんで一瞬で食べちゃうって考えたら、まあ、なんかどうなるみたいな、まあちょっとその分を戻せたらいいなと思います。はい、まあ、ここで嬉しいニュースかなあるんですけど、2人に誰かを一緒にやる人を決めてもらいます。それぞれ人に、ね、巻き添っちゃう。そう、巻き添にしちゃう。巻き添っちゃうね。巻き添っちゃう。嬉しいな。嬉しいね、確かに。だからその人は今急に電話してもらって、あの強制的にって感じで。おーい、どっちから来ます。あ、じゃあ一旦セラゴン、え、出るか。コーミンに電話をかけます。あー出た。もしもし。はい、今時間大丈夫ですか。お時間。選べるってことになりまして、私はちょっと大丈夫です。あれあれれれれちょっとあー切られた。あれれれれ切られちゃった。もう一回ちょっとかけます。え、出ないことがある。あ、出た。あ、何ですか。その脇沿いでお願いしてもよろしいですかね。強制はい、強制でお願いします。まあ、頑張ります。はい、頑張りましょう。じゃあ、お願いします、1ヶ月間。わかりました。あ、お願いします。バイバイ。バイバイ。ココミンとダイエットするということで、じゃあ、電話をかけていきたいと思う。私はちょっと内緒系で、うわぁ、かけようかな。え、誰だろう。じゃあ、この人に電話をかけていこうと思います。はい。ちょっとちょっと来たんですけど私の着メロ聞こえるなって思ったら、え、そういうこと。え、ちょっとなんか電話出てくんないんだけど。あ、もしもし。今回1ヶ月間はい、ダイエット企画をはいするんですけど、やっぱマッコンにうわ協力しても、ちょっとそれは無事だな。まあいいでしょう。やったマジか。ちょっと予想してなかったんですけど。びっくりびっくり。イエーイ。ということで、はい、マホヒナ VS ココセラ、はい、ですね。どうですか、あのうちは一応対決っていう感じになるんで、はい、あーでも勝てる自信はあるかなみたいな。今日のために増やしてきた結構体重を、なのであ、まあ、結構勝てるかなという自信はありますね。じゃあうちらも12月中に蓄えといて、蓄えといてドンみたいな、ドンで、うん、1月中の1ヶ月間で、はい、ダイエットするんですけど、はい、例えば私が1ヶ月で3キロ痩せました、ひなたも3キロ痩せましたって言って、その合計が6キロなので、はい、うちらのポイントはマイナス6キロ。え、目標とかあります？3キロ痩せたい。え、セラゴンは3キロですね。私は見た目が変わってほしいんですけど、来週だと3キロ痩せます。はい、3キロ痩せたいと思います。それでは
年始の私たちのことを見てください、はい、どうぞ。はい、ということでダイエット企画だと思うんですけど、一昨日ぐらいに体重を測ったんです、1月1日。そんな体重痩せなくていいかなと思ってなんですけど対決でもあるので体重も落としつつみたいな感じにしたいと思います。で、具体的には水をたくさん飲む、タンパク質いっぱい食べる、筋膜ローラー、腹筋割りたいので上体起こしやりたいと思います。ということで今日の朝ごはんはラーメンを食べていきます。バイバーイ。正月太り解消1ヶ月間ガチダイエット企画。この企画が始まる前から蓄えてきたっていうのもあるんで、まあ、痩せられるんじゃないかなっていうそういう自信があるので、無勝負に勝てる気はめちゃくちゃありますね。はい、ということで私がやるダイエットの内容なんですけど、まず一つ目がお水のいっぱい飲むダイエットをちょこっとした運動をできればいいなと思います。公園で遊びに行って運動、鬼ごっこをみんなでするとか、あと縄跳び、まあ、いろんな運動を飽きずにコツコツしたいと思います。夜ご飯をスープとサラダをメインにしてもらって、あとお風呂に入ってからご飯を食べる、これいいらしいです。あとは炭酸水でと一緒にご飯を食べる、ダイエットを頑張りたいと思います。体重を測ります。45、びっくりしたよね本当に、みたいな。まあでもここから痩せればいい話なんで、これが放送されてる頃に痩せればめちゃくちゃ痩せてると思うんで頑張ります、痩せます。理想は40キロ行きたいなっていうのはあるんですけど、3キロ痩せれればいいかなという。ダイエットをやっぱ頑張るモチベって本当に必要だと思うんですけど、可愛くなる自分をモチベにして頑張りたいなと思いますし、バレンタインをモチベに頑張ろうと思います。あと皆さんのシュシュちゃん頑張ったね、痩せたねっていうコメントもモチベに頑張ります。久しぶりに筋膜ローラーをしたいと思います。もう本当に久しぶりなんですよね、今日からこれをちゃんと毎日やれるようにやりたいと思います。ゴロゴロさせるのとかいろいろやっていきたいと思います。グアガモヒナです。研究生のこっちゃんです。年収やっぱダイエットをするってことはやっぱ年末何かを食べて体重を増やさないといけないって思ったんですよ。ディズニーにやってきました。ホットサンドイッチとこっちゃんに関してはリトルグリーマンもあって、まずディズニーでの1食目がこんな感じです。 47.2 だ。1個も飲もうしてもいい。まあ、さっきね体重そういえば乗ってきたの、したら3キロ増えてたよね。ちょっとまずいよね。もうどうしよう、ね、ダイエット、もう絶対痩せる、もう絶対痩せたい、もう一生この体型に戻りたくないって思えるように、まあ、1ヶ月間頑張ろうと思います。私のダイエット方法なんですけど、とりあえず食事制限をします。今回は夜はもうちょっとサラダとかまたお味噌汁とかスープ系、お腹にちょっとたまる系にして、夜は6時ぐらいに食べれたらいいかなっていうふうに思ってます。で、生活リズムを整えるっていうのが大事だと思うので、それを本格的にできたらいいなとか思ってます。ダイエットですね、やっぱり私は今回小顔マッサージとか足痩せとかできたらいいなというふうに思ってます。51.5g でした。40キロ台にいけるように頑張りたいと思ってみゃーし。こうほぐして、はい、ほぐしたらここら辺をグリグリ、ここら辺をグリグリします。いただきます。でも言われたんだと思うよ。だってできる。今からバドミントンを妹と一緒にやりたいと思います。ボールでバレーボールをしたいと思います。今
からダンスの TikTok を撮って紹介しようと思います。今日は1月5日なんですけど、最初の動画で腹筋を割りたいと言ってたものの何もしてないじゃんっていうことに気づいたんですね。何もしてませんでした。腹筋に関わること何もしてなかったので、ちょっとやりたいと思います。じゃあ YouTube で今調べたものをやります。ちょっと待って、やめたい。腹筋とかしたのよ、すっごい久しぶりで、めちゃめちゃ痛いんですけど、これ毎日続くかな。終わりました。きつかったです。すっごくきつかったんで、多分明日は筋肉痛だろうなと思います。でももう今触った感じでもなんかちょっと硬く感じるんだけど、すぐにまた割れてくれると思います。頑張ります。えっ、